9から3はサーブが製造・販売していた自動車である。初代は1992年から製造・販売されていたサーブ900をマイナーチェンジして名称変更したものである。900時代同様、3、5ドアのハッチバックと2ドアかぶりオレが選択可能であった。マイナーチェンジでの設計変更箇所は1600に及び乗り心地・操縦性。 衝突安全性が改善された。また、低圧ターボ仕様や、サーブ初のディーゼルエンジン搭載車も追加された一方、最強モデルとして 2300cc ターボエンジンを225馬力に強化し、最高速度時速 250km、0時速 100m 加速6.4秒のビゲンも生産された。二代目は2002年に、北米国際オートショーで発表された。 最も顕著な変化は、ハッチバックを止めて、通常の4度アセダンとなったことである。V 型6気筒に続き、直列4気筒エンジンも長年改良を重ねて、用いられてきたサーブ自社設計のものから、GM のエコテック系列のものに変えられた。グレード構成は、低圧ターボエンジンのベーシックモデルが、リニア、その上級グレードが、アーク、アークより装備が追加された、ベクター。 高圧ターボエンジンを積むスポーティモデルがエアロとなった。二代目級から三は同時期に新型となったオペルベクトラと共に GM の新しいプラットフォームイプシロンを用いた最初のモデルとなった。2005年にはハッチバックの廃止に対応すべくごドアワゴン、またはスポーツエステート等と呼ばれるが追加され、カブリオレも新型に移行した。 同時にアクティブヘッドレストの改良やサスペンションの改良が実施された。2007年モデルイヤーにはダッシュボードのデザインが変更され、エアコン操作パネルがボタン式からダイヤル式に改良されている。2008年型では2000カ所以上にわたる変更が施され、ヘッドランプ、ボンネットを含むフロント周りのデザインも大幅に変更、テールランプもクリアレンズへと変更された。 ドアパネルも変更され、ドアノブの形状が変わっている。XWD を採用した限定モデルのターボ X も発売された。2009年3月のジュネー部署では、XWD を採用したワゴンのクロスカントリー型9から 3X が出品されたが、親会社 GM の経営機器とサーブ車自体の経営悪化のために発売されたのは2010年2月に、 オランダのスパイカーカーズの参加でサーブスパイカーオートモービルズとして再出発した後である。そして同年9月から日本にも正規輸入されている。2011年には GM からの独立1周年を記念したインディペンデンスエディションをカブリオレに設定し、全世界で366台限定で発売した。日本への正規輸入初代の発売当初はヤナセによって、 輸入販売されていた。その後ゼネラルモーターズ、アジアパシフィックジャパンが輸入元となり、全国のヤナセやグマプッチによる独自ディーラーで販売された。スパイカーカーズへのブランド売却後は、グマプッチでの輸入販売を終了することになった。そこで2010年7月15日に、VT ホールディングスのグループ会社、PCI 株式会社が正規輸入権を取得し、 同年9月1日より輸入販売業務を開始した。なお、従前の販売網はそのまま継続されている。9から3がデビューした1998年には、上級の9から5と合わせて2328台、あったサーブ社の新規登録は2008年には、その1割の238台にまで縮小している。ありがとうございます。